何？びっくりした。なんとお宝ダンジョンへと続く旅の扉が現れた。いいよ。んで、天下一品。お、ニャゴスに報告、行こう。ニャゴスに報告しに行きましょう。仲間と一緒にハイジャンプ。お疲れ様でした。はい、オッケー。やったで、ニャゴス、ニャゴス。ニャゴスどこやった？クエスト。ニャゴス。いや、私永遠に見つからんかと思いよった。ニャゴスどこ？セナックかザンジマか。ちょっと待って。はい、じゃあ行こうぜ。今日はどこでお宝探しするブー？セナックかザンジマ。ちょっとどのあたりかわからんけど。ん？セナックかザンジマからお宝の匂いがプンプンする。強大に力を秘めた武器。へえ。ああいう情報今まで全然見てなかったな。今日初めて見よるかもしれん。いつもパーセンテージしか見てないけんな。でもよかった、これでニャゴスのやつは終わりかな。どうかな。え、待って、位置どの辺だ。ここ近いかな。ちゃんと見てからにしよう。いや違うね、熱き大地の駅。はい、駅名見たところだよね。ここか。よし、来たー。この下か。なんか重なっとったよね、駅のマークと。おったー、ニャゴス。ヤッホー、まさかのクリアしちゃったよ、私。ん？マイハニー、まさかもうお宝を手に入れたってのか？天下、三つか。三つだった。え、でも報告、できるっぽいけど。天下一品のお宝を3つなんてそう簡単に見つからないはずだが。うおー、マジで手に入れてるじゃないか。え、天下一品、私、え、今まで2個手に入れた。なんか全然わからんねえけど。全然わからんねえけど、もしかしてあの流玉のなんちゃらみたいなやつも入っとんかな。またしても負けちまうとは情けないったらねえぜ。あの辺の天下一品とか全然見てなかったんやけど。ほらよ、こいつをくれてやる。負けたからってなしにはできねえ。でもあの辺のね、まあ、宝石類が2つはもうゲットしとるし、で今回ので3つってことなんかな。マヤはニャゴスから報酬を受け取った。やった！お、ニャゴスのマント。ニャゴスが身につけていたマント、夢中でお宝を探していた時になくしてしまったが最近やっと見つけた。最近やっと見つけたのにくれるの、ありがとう。まだだ。俺様はまだやるぞ。次こそ勝ってやるからな。マイハニー、逃げずに勝負を受けてくれよ。まだなんかあるの？おお、よく来たマイハニー。俺様新たな勝負を思いついたぞ。勝負してくれ。今度こそ俺様が勝ってやる。さあ勝負を受けてくれるか。まあまあ、受けるだけなら。よし、それでこそマイハニー。じゃあ新たな勝負の内容を発表するぜ。実はな、すげえお宝を持ってるっていうモンスターの情報をゲットしたんだ。そいつはテイリア氷雪島のテラーザダキにいるサタンジェネラルってやつらしい。はあ。それじゃ。そこで今回はそいつをやっつけて先にお宝を手に入れた方を勝ちにしよう。わかったな。それじゃあ勝負スタートだ。サタンジェネラルね。なるほど。なるほど。え、何？テイリア氷雪島かなんかつった？あそこに風船ある。でもあれはさすがに届かんか。あの辺からやったら届くかな。届かんな。絶対無理やな。あの辺って言ってもあそこに届くまでに落ちそうな気がする。待って、この辺何があるんやろ。何のクエがあるん。セナック火山島の絶景を見に行こう。絶景を見に行こう？何そのクエスト。うん、駅のとこにあるね。ちょっと、あっちの駅に向かってみよっか。ここのすぐ下ってこと？あ、なんかお宝もあるっぽいな。
お宝どこ？どの辺ですか？こっち。この柵の向こう側あたりか。この岩らへんやない？何？びっくりした。なんとお宝ダンジョンへと続く旅の扉が現れた。いいよ。いいよ、そういうの。上？え、クエスト上？何？上って。多分あの宝箱のマークは、あのダンジョンの中やと思うけん。ちょ、一旦やめといて。何？どこ？誰？何？え？え？何？え？あの上？あの上って何？どうやって行くの？え？上がれるの？え？何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 ？意味がわからないんだけど。え？上がれ？え？待って、どうやって上がるの？よくわからんかったね。なんかこういうダンジョン行ったことないけんさ、一回だけ行ってみよっか。先に進むとしばらく戻れなそうだ。お宝ダンジョンへの旅の扉に入りますか。入ってみよう。しばらくっていうのは、まあ要はルーム10ぐらいまでってことかな。あー、レベル高そうやな。この時点でレベル20ってことはさ、竜玉の迷宮と大して変わらんのやないん。それは強そうだわ。だ、絶対さ、その宝箱を守るボス的なものがおるわけやろ、きっと。やだあ、ゴーレムスカウトしたよ。あの、なんかどっかのさ、どっかのあの駅のやつでさ、駅ボットのお願いでゴーレム連れてくるのあったよね。まあ今まだスカウトできただけなんやけど。え、何？デジャブメンバー一緒なんです。え、食べの扉開いた？開いてないやん。時間差すぎん表示が現れるの時間差すぎん。ちょっとでもなんか昨日もさ、なんか私がやりおるアプリのゲームがあるんやけどさ、なんかレベル8ぐらいになった時に、なんか、やっとレベル3になったね、みたいな、なんかセリフが現れてさ、え、いつの話？みたいな。めっちゃ遅れとんかなって思いよった。うわぁ、レベル21さらに上がったよ。何食ってんの？やめてよ。いけ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 。え、そこのキラーマンも敵ですよね。めっちゃなんか一緒になって攻撃しよるように見えとったけど、君も敵ですよね。よしよし、いいぞいいぞ。お、キラーマンスカウト成功。強敵の気配。あ、ルーム5までってこと？ダンジョンって。あ、回復置いとけよ。待って、とりあえずさ、いやー、いける、行こう、行きます。あ、でもレベル21ぐらいならいけるんじゃない。あの、ひロマン技、あのメインストーリーに関係してくる竜玉の迷宮は、まあ、だいぶ強かったりするけど、こういうちょこちょこ現れる系のダンジョンはそんなもんなんやない。はや、ええ、なんかすごいビビったんやけど今、早すぎて。え、マジでいけたの？やった、報酬。宝箱が現れるわけじゃないのか。こんなもんだろ。何かしら杖っぽいお宝はゲットしたけど。でもゴーレムスカウトできたね。ということは、あとそのスカウトしたゴーレムを仲間にできるかどうかやな。ちょ、帰ろう駅。ニャゴスのもクリアできたし。
帰って鑑定帰ります。次にアゴス、テリア氷雪島のサタンジェネラルって言ったよね。さあ、鑑定です。さあ、どうなんやろ。そんなに強くなかったけん、そんなに高くもないかな。どうすか。いいじゃん。理力の杖。理力ってどういう力？60万。身につけた者の魔力を力に変えると言われる特殊な杖。ふんふん。まだ手元には未鑑定の、あ、マントか。結構なお宝になるんですかね、これ。何あれ、尻尾のための穴かな、かわいい。65万。まあ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 、多少高いぐらいか、自分で手に入れたやつよりかは。ゴーレム仲間できるかな。変わった分、素材とかもいろいろ集めてみよるけどさ、料理とかも必要なやつがあるけんな。どうすかね。新しいことがありそうですね。加入希望者、ゴレムスやな。こちらです。あ、くそ、加入無理や。あ、この子加入できるよ。あ、これあれやない、飛べるんやない。飛べるとしたらさ、入れ替えようや。あ、でもどうかな、レベル的にはそんなに変わったもんではないけど、攻撃力が高かったらこっちの方がね。かわいい、レリッチア。いいですね。ちょっと待って、一旦見てみよう、能力値。え、滑空かな。まずそこ。うんうん。こっちの方が弱いやん。あ、まあでもあれか、コインとか装備したらいけるかな。どう？そんなでもないな。そんなでもないな。うんうんうん。え、まあでもあれ、うん、違う違う違う、そっちじゃなくて。あ、まあでも体力とかあっちの方が多いけん、あれか、守備力。レベルは一緒なんやな。マジックポイントあっちの方が多いね。え、待って、滑空よね。滑空よね。滑空以外に何があるんよね。まあ、全体的にはこっちの方が高いんか。こっちにするか。うん、守備力もあっちの方が高いね。じゃあレリキアにするね。はい、オッケーオッケー。あ、違う違う、はい。で、あとはね、ゴレモス何が必要なん。あ、料理やね、なんか。ちょ、待って、強がりドリンク。何、強がりドリンクって、そんなもんなかったよ。食堂、レシピ全然さ、全然ない。あ、キバトギステーキあるやん。これやろ、キバトギステーキ買ってこや。毎度あり。ね、あのキラーパンサーのために。え、ないやろ。ないな。料理を作る、キバトギステーキ作れるやん。なーい。ね、ね、キバトギステーキ届けに行こう。ゲットしたよ。攻撃力がアップするキラーパンサー族の好物料理。やったやった。持ってきたよ。これで元気になる。はいよ。怪我をしたこの子を見つけて手当てしてたんだけど、元気にならなくて、キラーパンサーの好物料理を食べさせてあげたいなって思ってるの。あ、もしかしてもうキバトギステーキを用意してくれたのかしら。はい、あるよ。美味しそう。早速食べさせてみるね。キラーパンサーはブリサが目の前に置いたキバトギステーキをペロリと平らげた。キラーパンサーはとても喜んでいるようだ。よかった。元気になったみたい。これでもう大丈夫ね。マヤちゃん、
これお礼ね。前はブリサから報酬を受け取った。やった。何それ、巨大なクリスタル、とても大きな水晶の塊。ブリサが初めて見つけたお宝らしい。お宝、へえ、初めて。大丈夫、もらっていいの？思い出じゃない？めっちゃ可愛いけどこれ巨大なクリスタル、色味めっちゃ好きなんやけど。ガウ、ガオン、この子私の仲間になりたいって言ってるみたい。今までキーキと頑張ってきたけど、仲間は多い方がいいよね。そうそうそう。よし、この子を連れていくことにするわ。名前はキラーパンサーだからサーサ。キーキとサーサ、かわいいね。うーん。マヤちゃん、私たちはお宝探しに出発するわ。またどこかで会うかもね。ブリサとキーキ、サーサは駅から去っていった。いなくなった。キラーパンサーから私へのお礼はないのかい？ブリサーには仲間になったみたいだけども。あそこにも行きたいけど、あそこは特に、え、あれは駅なんかな？わからん、まあ。とりあえず帰りますか。帰って鑑定しよう。ただいまー。ただいまー。お帰りなさい。はい、お宝、お宝、かわいい綺麗。初めてのお宝だぜ。お、134万、いいねめっちゃいいね。てかさ、多分ダンのレベルが一回上がったすけんさ、また置ける量が増えたんじゃないの？増えてないんかな。じゃあ一旦見ようや。あの後ろに増えとんか。なるほど。どうしよっかな。レジェンドのやつ中心にする？とりあえずここで主人公の像をこれまあしといて、でここをアイラにしとこっか。んで、え、どこ行った？え、アイラは？あー、びっくりした、なくなったかと思ったんで、この後ろに、え、どうしよう。この後ろに、こいつ置いとくか。クオードの像。よし。いや、いい感じだね。いい感じ、いい感じ。うんうん。いい感じ。うわぁ。いい眺め。ってことは、あと、え、あと台座が増えるのはもう、え、ここ一箇所ぐらいかな。5つで終わりって感じ？なるほど。そこまでか。おい、という、ちょっと待って、矢印邪魔。こういう感じでいっか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、一応全員レベルは20は超えたんか。まあ、ここからまたさらにレベル上げて、流玉の迷宮をクリアできるようにせんとね。メインクエやったやろ、確か。多分それがないと、次の、宝玉か何かのヒントをまたゲットせんといかんのやろ、あそこで。